以下は友人の K から聞いた話だ。季節は夏で、俺は当時小学校の高学年くらいだったと思う。家族で父方の親戚の家に泊まりに行った時のことだ。毎年一度はやっている親族の集まりだった。夜酒を飲むばかりの大人たちに退屈していた俺と4つ年上の姉貴は、何か面白いものはないかと探し回り、ついに隣の村で祭りをやっているという噂を聞きつけた。そうしてこれはもう行くしかないと、無理やり親戚のおじさん下校を一人引っ張って車を出してもらった。おじさんの話によれば、その祭りは山彦祭りという名前らしい。何でもその周辺には昔から山彦は山の神の返事だという言い伝えがあり、豊作や雨を願う際、他にも何か願い事がある時には山の頂上付近にある突き出た岩の上から叫ぶという風習があった。山彦祭りという名前はそこから来ているらしく、今でも祭りの終盤には子供たちが山に登り自身の願い事を叫ぶ行事があるそうだ。聞けばおじさんも子供の頃祭りに参加して叫んだことがあるんだとか。おじさんはなんて叫んだんです？行きの車の中で姉貴が尋ねる。頭が良くなりますようにってな。おじさんはハハハと笑った。俺と姉貴も遠慮なく笑った。移動手段が車だったのでそう時間はかからなかった。祭りのある村も含め周辺地域自体が山間のそこそこ高い位置にあるんだが、祭りの会場はもう少し山を登ったところにあるダム湖の横の広場だった。俺たちが着いた頃にはもう祭りは始まっていた。広場の中心にはステージがあって、広場の周りをぐるりと囲むようにたくさんの提灯と屋台が並んでいた。田舎の小さな祭りだと思っていたんだが、人の祭りも賑わいも思ったよりある。2時間後に車に戻ってくることをおじさんと約束して、ついでに少々の小遣いをせびって、俺と姉貴は祭りの人混みの中へと溶け込んでいった。まずは綿菓子やイカ焼きを買って食べる。しかしまあ祭りで売っている食べ物はどうしてあんなにうまそうに見えるのか。腹も満足したところで姉貴が近所すくいがしたいというのでそれに付き合った。私昔さ、金魚すくいのすくいの部分ってすくいの手を差し伸べることだと思ってたんだよね。金魚たちは悪い人に捕まってて助けてあげなくちゃってね。うわ、バカじゃん。うっさい、若かったの。でさ、前の年に破れた金魚すくいの網を一本いただいて、次の年に自分で破れない紙貼って持ってったの。さすがに100匹超えた時点で止められたけど、でもあの時の店のおじさんの顔ったらなかったわ。もう言うまでもないが、俺の姉貴は少し変わっている。いや、少しじゃないな。ふと見上げると金魚すくいをしている俺らの会話を店の店主が険しい顔で聞いていた。まずいかなと思った俺は 2,3 匹すくった時点でわざと失敗して破れた紙を店主に見せた。姉貴は空気を読まずに30匹ほど取ってたけど、姉貴はそのうちの2匹だけを袋に入れてもらって赤と黒という名前をそれぞれつけた。俺は金魚はもらわなかった。そんなこんなで俺と姉貴は祭りを十二分に楽しんでいた。そして俺たちが祭りに参加して1時間ほど経った頃だった。時間になったので子供たちは集合してください。突然あたりに拡声器の声が響いた。それを合図にあたりから子供が集まってくる。どうやらおじさんが言っていた行事がこれから始まるらしい。俺と姉貴は顔を見合わせた。どうする？行くに決まってるでしょ。面白そうじゃん。
やっぱりか。行くと何やら番号のついたカードを渡された。子供たちは渡されたカードの番号の下、いくつかの班に分かれることになった。集まっていたのはほとんどが小学生くらいの男の子で、他に数人、お守り役なんだろう、姉貴と同い年くらいの男子がいた。俺と姉貴は同じ班になった。といっても子供たち全員が一斉に山に登るのだから、班の意味はあるのだろうかとその時は思った。今考えると、お守り役のこの負担を考えてということだろうか。ダム湖横の広場から山頂に続くという細い山道を一列になって歩いた。列の途中途中にいるお守り役の兄ちゃんが提灯のような明かりを持っていたので、そう暗くはなかったが、祭りの明かりから離れるにつれ、夜の山の雰囲気は不気味さを増していった。俺は知らぬ間に前を行く姉貴の裾を掴んでいた。虫や鳥の鳴き声以外誰も声を出さなかった。まるで肝試しだ。女の子がほとんどいないことにもこれで納得だ。こんなとこに来る女の子なんてのはよほど変わり者か物好きだろう。その物好きは俺の前でさっきから全く喋らずに黙々と歩いている。こんなに登るのかと内心愚痴るほど道は急で長かった。ずいぶん高いとこまで来ただろうと思ったところで、いきなり開けた場所に出た。一枚の大きな岩が山肌から突き出ていて、俺たちはその岩の上にいるようだった。周りは落下防止用のフェンスで囲まれている。おもり役の男子の一人が俺ら兄弟を含めついてきた子供たちに、今からあそこで叫ぶんだと説明した。カードに書かれた番号順、俺と姉貴は最後の方だった。暗くてよくわからなかったが、岩の向こうは谷か崖のようだった。その向かい側、遠くかすかに黒い山脈の影が見える。最初の男の子が岩の先に立ってありったけの声で叫んだ。よく聞き取れなかったが、ゲームか何かが欲しいと叫んだんだろう。若干のタイムラグの後、その声はしっかりとした山彦となって帰ってきた。誰の声だろう。隣の姉貴がポツリとつぶやく。俺はてっきりさっきの山彦のことだと思い、誰って山彦じゃんと若干バカにしたように言った。しかし姉は俺の話を聞いていないようだった。辺りをキョロキョロと見回している。そうこうしているうちに二人目、三人目と子供たちは順番に叫んでいった。意中の声のありったけど思いを叫ぶ男の子もいた。そのすべてが山彦になって帰ってくる。やっぱり聞こえる。違う。誰？そうして山彦が帰ってくるたびに姉貴の様子はおかしくなっていった。俺が半ば本気で心配しかけたとき、姉貴はカードの順番を無視して走るように進み出た。周りのなんだなんだという雰囲気も、順番を守るという声も姉貴には届いていないようだった。突き出た岩の先、落下防止のフェンスをつかみ、姉貴は大声で叫んだ。誰？答えて。大声だったのに姉貴の声は返ってこなかった。代わりに地の底から吹き上げるような強い風が吹いた。それはまるで人間のうなり声みたいで、その場にいた全員が固まったと思う。ただ一人姉貴を除いて。俺の直感が何かやっべえぞと警告を発した。それと同時だった。突然姉貴が笑い出した。うはははという正気とも狂気ともつかない笑い声だった。あっけに取られる俺を含め周りをよそにフェンスをつかみ、崖下を覗き込みながら姉貴は笑う。笑いながら叫んだ。すごいすごいすごい、人だ。山彦なんかじゃない。這い上がってくる。わ、すごい。ほら来て、みんなにも見せてあげて。
その瞬間別の叫び声が上がった。俺のそばにいた一人の子供が出したものだった。その叫びは山彦となりこだまする。俺も叫びたかった。人だ。何本ものありえないくらい長く細く白い腕が崖下から伸びてフェンスを掴んでいた。何かが這い上がってきているのか。姉貴は胸から上、フェンスから身を乗り出して笑っている。それは心底楽しそうに。気づけば辺りはパニックになっていた。叫び声は叫び声を誘発し、場の混乱は個人の思考の自由を奪う。ほとんどの者がその場を逃げ出し、あっという間に岩の上に残っているのは俺と姉貴だけになった。実際のところ俺だって逃げたかったけれど、そもそも足が震えて動かない。それに姉貴を残して逃げるわけにもいかない。姉ちゃん。かろうじて声が出たけれど姉貴には届かない。俺は目をつむり、一度深呼吸をして目をつむったまま叫んだ。姉ちゃん。一瞬の間、俺の声が山彦となって戻ってくる。ゆっくりと目を開くと、兄貴がこちらを振り向いていた。いつの間にかフェンスを掴んでいた白い手も消えている。あらら、みんないなくなってる。辺りを見回して姉貴はそう言った。いつもの姉貴だ。途端に膝の力が抜けて、俺はその場に尻餅をついた。何してんのあんた。その言葉に緊張の糸が切れ、俺は長い長いため息を吐いた。そりゃこっちのセリフだよマジで。姉貴がこっちにやってきて、俺の手をつかみ引っ張り起こす。それにしてもすごかったね。姉貴はまだ興奮しているようだった。フェンスをよじ登ろうとしていた。あの白い手のことを言っているのだろう。もしかしたら姉貴には全身像が見えていたのかもしれない。何あれ。わかんない。でもみんな顔中が口だらけだった。目も鼻もなくて、それが私の声を真似してた。ゾッとする。大丈夫だったのかよ。ん？ああ大丈夫大丈夫、嫌な感じはしなかったから。奴らの容姿と危険度は必ずしも比例しないというのが姉貴の持論だけども、こういうことに関しては俺は姉貴に何か言える立場ではない。そもそも奴らとの付き合いの長さ深さが俺と姉貴では比べ物にならなかった。でもどうして何かいるって分かったんだよ。下から聞こえてきたから、崖の下から。普通山彦って向こうの山に声が反射して聞こえるものでしょ。それが崖の下、それも近いところから聞こえたんよ。俺には何も聞こえなかった。あいつの腕を見たのだって見せてあげてよという姉貴の声がきっかけだった。おじさんの言う通り、山彦が神の返事だとしたら、あれが神様ってなっちゃうけどね。いっぱいいたけど、それぞれが神様なのかな。みんな同じだった。うん、男の人も女の人もいたし、髪の長いのも短いのもいた。着物を着てたのもそうでないのもいた。同じなのは顔中口だらけってだけ。俺はそんな神様は嫌だと心底思った。それにそもそもうじゃうじゃ崖を登ってくる神様なんて聞いたことがない。でもこちらに危害を加える悪霊でもなければ神様でもないとしたら、あれは一体何だというのだろう。私もあれは多分神様じゃないと思う。俺の思考を読み取ったかのように姉貴が言った。
ここからは私の勝手な想像になるけど、いい？まず疑問なんだけど、ここが神様にお願いする場所だったとして、飢饉で食べるものがないとか、長い間雨が降らないとか、そういう時に人間ってただ叫ぶだけで、願いが聞き届けられたと思うものかな。姉貴は首をひねる。俺もつられてひねる。普通山彦って明らかに自分の声じゃん。どこの山でもあることだし、それだけを神様の返事ってするにはちょっと無理があると思うんだよね。だとしたら神様に願いを聞いてもらうために必要なものは何だろうね。生贄、瞳ごく生贄。俺が言えない言葉を姉貴は簡単に言ってのけた。極端な話をすればね。でも実際に谷底にいたあれはそれじゃないかって私は思うんだけど。生贄、瞳ごく。それは今の時代の感覚では到底理解できない風習。人を捧げてそれから願い事を叫ぶ。返事が返ってくる。それを神の返事だってことにする。そんな流れがあったんじゃないかなって。フェンスに囲まれた山肌から突き出た岩の先を見やる。あそこから突き落とせば人は簡単に死ぬだろう。崖の下から聞こえてきたという声、願いを叶える神様。いろいろな言葉が断片的に俺の頭の中でぐるぐると回る。もしもさ、あそこから落とされた人たちが自分が犠牲になることで人々が幸せになると信じていたらだよ。その意志が谷底にまだ残っていて、そこにたくさんの人の願いが降ってきたら。頭の悪い俺に整理する時間も与えず姉貴は喋る。口がね、たくさんの口がそれぞれ何かつぶやいてたんよ。よくは聞き取れなかったんだけど、多分お願いします、お願いしますって。あの人たちは聞こえてくる願いに一生懸命応えようとしているんじゃないかな。わかんないけど。そうして姉貴はようやく口を閉じた。対して俺はずっと口を半開きに姉貴の話を聞くだけだった。何も言えなかった。それは間違っているとも、それは正しいとも。でも一つだけ疑問があった。生贄とは命を犠牲に人々の願いを叶えようとする行為だ。だとしたら願いを叶えるためにそいつらが要求するのはやはり命ではないのか。自分がそうしたように、俺自身としてはそのあたりはもう姉貴の言葉を信じるしかない。嫌な感じはしなかったという若干頼りない言葉だが、まあ結果としては確かに何事もなかった。ちゃんと帰り着くまで油断はできないが、そこに至って俺はようやく一つの現実的な問題に行き着いた。ところでさ、これもしかして明かりがないから下まで帰れないんじゃね？恐る恐る俺はその疑問を口にした。唯一の明かりであった提灯は先に逃げた奴らによって全部持っていかれていた。今は月明かりがあるので辺りがまるで見えないほどではないが、木々の茂る山道に入ると何も見えなくなるだろう。ああ、ほんと誰か来てくれるのを待つしかないかな。まあ大丈夫じゃない、気づいてくれるでしょう、おじさんもいるし。確かに助けは来るだろう。でもそれがいつになるかはわからない。これおじさんに怒られるかもな。すると姉貴は意味ありげに笑って背後の岩の先端あたりを指さした。
心配ならどうか怒られませんようにって向こうに立って叫べばいいじゃん。きっと叶えてくれるから。いや、やめとくやめとく。その瞬間、俺の耳元でやめとくと囁くような声がした。それは耳に直接息遣いすら感じるほどの至近距離からの言葉だった。俺は飛び上がった。まさか未だ隣にいるのだろうか。やまびことかいいからもう勘弁してほしい。そんな俺を見て姉貴は心底おかしそうに笑った。あ、こいつの神経は一体どうなっているのだろう。俺はこの時ほど姉貴が怖いと思ったことはなかった。その後のことは姉貴の言う通り、捜索に来た大人たちによって俺たち兄弟は無事保護された。もちろんおじさんには怒られたけれども、正直怖いとは思わなかった。多分もっと怖い体験をしたからだ。姉貴が救った2匹の金魚は2匹ともいつの間にか死んでいた。酸素が足りなかったのか、姉貴に振り回されたことが原因か、はたまたみんなにも見せてあげてという姉貴の願いを叶えたその代償だろうか。姉貴は救ってあげられなかったねと肩を落としていた。やまびこ祭りの真相については未だに確かなことは分かっていない。その昔あの地域で生贄、人見悟空があったなんて話は聞かないし、姉貴の言葉が全部真実だとも思わない。生贄とかそんなもん妄想空想の類だと言えればいいが、あいにく俺はあれの一部を見てしまっている。結局あれは何だったのか。もしかしたら確かめる方法はあるのかもしれない。それはもう一度あの山に登り、岩の上から直接叫んで返事を聞くことだ。あんたらは一体何なんだと。しかし俺は未だに実行しないでいる。もしそれを知って代償として何かの命がいるのなら割に合わないからだ。金魚2匹分の命で答えてくれるのかもしれないが、あいにく俺たち兄弟は揃って動物好きだった。ちなみにこれは数年経って親戚の家に行った時に聞いたんだが、あの夜の騒ぎのせいで次の年の祭りから子供たちだけで山に登るという行事はなくなったらしい。俺たちのせいと隣にいた姉貴にそっと尋ねると、姉貴はカラカラ笑いながら、俺たちのせいとまるで山彦のようにそう言った。